マルタのガーデンベッド。アイラ島のヒーリングスポットと言ってもいいかもしれませんよ。ヒーリングスポット？それは君の家の家具として置いているんだが。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2023年10月8日日曜日の午前10時36分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。10月はハロウィンのシーズン。ハロウィンといえばカボチャです。カボチャは食べるだけではなくて、中身をくり抜いてランタンを作ったりと、DIY も使えそうですね。たぬき商店では期間限定で、カボチャの苗の販売を始めたそうです。レイさんの行商でも、シーズン中はカボチャの苗がお安くなるそうなので、ぜひ購入して、育ってみてくださいね。ちなみに、たぬき商店では、ハロウィンの当日に配る用の飴ちゃんも売ってるそうですから、たくさん集めておくと良いですよ。ハロウィンの仮装も楽しみですよね。ぜひ、31日の当日までには、ホラーな服やアクセサリーもご用意ください。あ、すみません。つい長くなっちゃいました。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。やばいな、なんか。なんかこういう格好でさ、若干ちょっとね、学生っぽい感じの格好なわけやん。で、なんかガム膨らましながら木刀持っとるように見えるよね。なんで私これ持っとんやろ。お。やっほー。あら、皆さん。なんだか久しぶりよね。もしかして忙しかった？あんまり無理しちゃダメよ。素敵ね。ありがとう。その心遣いが素敵ね。あら、ごきげんよう。どうかしたの？素敵ね。おしゃべりしよう。今日はとってもいい天気ね。こんな日にはやっぱり、大掃除かしら。特に家の外回りの掃除には、こういう日が最適だと思わない？素敵ね。まあ、外回りの掃除は寒くなる前の方がいいよね、確実に。お、どうしたどうした？もしかして今更出て行きたいと。なあ、ゆな。俺は決めたぞ。この島を出て、新しい島で暮らす。今出て行きたいって思うならさ、あれだよ、ジャックが来るときに出て行きたいって思っとけよ。いきなりでびっくりしたか？なんたって今決めたからな。新しい環境に身を置いてみたくなってさ。こういうのはうじうじ悩んだって仕方がないからな。思い立ったが吉日っていいだろ？ってか。まあ、確かに私も思い立ったら即行動するけど。応援してるよ。おう、おめえには今まで世話になったな。俺がこの島からいなくなった後は、おめえが島を守るんだぜ。よろしく頼んだからな、ってか。いや、もともと私から始まってるわ。君が後から来たんだわ。なるほど、これで。捕まえようとしてます？おや、あゆな。ちょっと、久しぶりじゃないか。2週間も顔出さずに何してたのさ。さては家の中でずーっとテレビ見てたんだろ。あんたね。そんなことするならうちを誘っておくれよ、だってね。いやー、だってあれやん。あれやん。なんかね、ネットフリックスだの、アベマだの、フールだの、いろいろありすぎてさ、リアルタイムでは見んけど、でも見たいものはなんかワンサカ出てくるやん。時間足りなさすぎるよね。おや、喋り足りなかった？だってね。おしゃべりして。今日はウリちゃんが来てるってさ、多分今もその辺オロオロしてるんじゃないかな、だってね。お、ウリちゃん。めっちゃ久々じゃない？てかなんかみんな大集合だの。あれ、アイナくんだ。しばらく見かけなかったけど、どこかお出かけでもしてたの？さては美味しいものでも食べてきたんでしょう。お土産とかあるのかな、だぞ。ごめんね、何もないよ。ガム膨らましてるだけ。はぁ、どうしたの？だぞ。話しに来たよ。今日のアイナくん、なんだかちょっと違うね。と思ったらメイクの色のせいなんだね。マジでメイク違うんや。そういうの気づく男の子すごいよ。ちょっとしたことで雰囲気まで変わっちゃうんだから、メイクって面白いね、だぞ。まあね、すごいよね。メイクする前とした後の顔違うなーって思うもんね。やのに結構男の人ってさ、なんかしてもせんくても変わらんくないみたいなの結構言うやん。変わるわって感じやし。変わるけんしてるんだわって感じなんやけど。
これを拾ったあんたへ。クローゼットを片付けたら新しい料理を思いついたんで。お、料理。片付けそっちのけで作ってみたんだ。片付けろや。今日は出血大サービス。あんたにレシピを教えてやるよ。どうするかはあんた次第だね。っていうか、片付け中に新しい料理を思いつくってどういう状態？しかもクローゼットを片付けよったのに。希望を託す4号より。シーフードピザ。ふんふん。シーフードピザのレシピを覚えた。シーフードピザ。どんな感じかしら。違う、カメラじゃないのよ。シーフードピザ。なるほど。小麦粉、クルマエビ、アサリ。オレンジ3つでマーマレードもできるな。前回覚えたやつか。ニューのまんまになっとった。ん？びっくりした。虫が止まっとんかと思った。気のせいか。お花のお世話中？違うな。何観察してんだ？え、そこに何かあります？カメムシ！臭いよ。お久しぶりです。しばらく忙しかったんですか？アイナさんの姿が見えないアイナ島って、なんだか寂しかったですよ。どうされましたか？よう。世間話でも。丸太のガーデンベッド。自然の素材がそのまま使われていて、こういうところにあるだけでほっとしますね。アイナ島のヒーリングスポットといてもいいかもしれませんよ。ヒーリングスポット？それは君の家の家具として置いているんだが。あ、そうよ。ここに置くものも決めんといかんのよね。ジャックの家の。お、なんかすげえ、現代って感じやね。近づいた途端にしまった。まあね。スマホ覗かれたら何か困るんや。今日はなんか、ジャックの家の外に合いそうなものは。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。合いそうなものは遠くにないっすね。この辺のキッチンとかめちゃくちゃ家に合いそうじゃない？ジャックの。なんかこういうおしゃれな感じのキッチンでさ、なんかおしゃれな感じの料理作ってそうじゃない？イタリアンとか。家で一人でパスタとか作ってそうやもん。めちゃくちゃ偏見。今なんか変な音聞こえんかった？気のせいか。気のせいか。なんか今日ウリちゃんが来とるって言ったけどさ、私、だいぶこう、撮影と撮影の間がいたりするけんさ。あ、おったおった。あ、うん、今ちょうど噂話をしていたところ。なんか、撮影の時までは、置いとったら確実に腐った株になっとるんよね。びっくりした、トンボか。秋のこの感じいいよね。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この折にお任せだに。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。一株92ベルだけんど、買っていきなさる？これだいぶ安いんやねん。あれ、残念。また今度買ってくんろ？めちゃくちゃ化けそうな気はするけどね。よし。とりあえずおりますか。今のところ特にお金には困ってはいない。は、てか特に最近、金策みたいなこともしていないな。次あれやな。一徹が出て行った後、誰が入ってくるかな。めっちゃ楽しみなんやけど。あ、てかジャック家の中におるかな。前回さ、お誕生日会しよったやん、ジャック。普段の家の中見れてないもんね。お邪魔しよう。おー、なるほど、オフィス風、そして綺麗好き。見た目通りだな。あ、ちょっとそこマグカップあるよ。めちゃくちゃ埃入ってそうな気がする。綺麗好きなんだかそうじゃないんだかよくわからんぞ。おや、誰かと思ったらアイナくんじゃないか。実はちょうど君のことを考えていたところさ。最近どうしているのかなって。不思議だね。久しぶりに君の顔を見たらなんだかほっとしたよ、キリ。おや、
はどうしたんだい？もっと僕と話したいのかな、キリ。お話ししよう。今一つ屋根の下にジャックとアイナくんがいる。あ、ごめんごめん。今大切な瞬間を噛み締めていたんだ、キリ。キザだな。めちゃくちゃキザだな。なんかあれやな、あの時計のカチカチ音は全然いいんやけどさ、これのカチカチ音はめちゃくちゃ嫌なんやけど、すごい気になる。めっちゃ止めてほしい。こういう感じのオフィス系ね。なるほど。え、これはさ、ジャックはここに座ってなんか、あれなの？部長とか課長とかそういう立場なの？なんか、社員用の席みたいなのもあるけど。え、どっちも自分が使うんかな？なんか入ってない？この部屋にあるものはどれもジャックと生活を共にする運命だと決まっていたのさ。僕とアイナくんが出会ったようにね、キリ。キザなことを言って、何が入っているのかごまかしたね。きっと金庫やけんさ、何か大事なものが入っとったはずよ。まあ、金庫をいじりよる人の方が確実に怪しいし嫌やけどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれってかさ、最初のしずえさんの話でレイジ君の話しよったけど、別にレイジ君が来とるわけではないんよね。あれか？パニーさんの島でいつでも帰るけん、普通にいつでもそういう話が出るのか？